それでは高山より原子力規制庁の臨時の会見を始めさせていただきたいと思います。それでは次長よろしくお願いします。はい、急な会見にお集まりいただきましてありがとうございます。原子力規制庁の次長の森本でございます。本日発表いたしました処分と、合わせて人事異動について、ご説明をいたします。原子力規制庁審議官内幸哲夫を内規に基づく訓告といたしました。この処分は本日付です。また同時に内幸氏を文部省に出向させる人事を発令いたしました。後任には当面の間桜田道夫審議官を充てるということでございます。まず経緯について、ご説明をいたします。1月22日、先週の火曜日ですが、審議官は、本庁内の執務室において日本原子力発電株式会社の常務ほか2名の計3名と30分ほど面会をいたしました。規制庁側からの同席者はおりませんでした。その席で審議官が原電側に28日の敦賀発電所敷地内破砕帯の現地調査に関する有識者会合第2回評価会合で公表される予定となっていた評価取りまとめ案のドラフトを渡していたということが判明いたしました。原子力規制委員会では規制業務の独立性か中立性を強化するとともに国民の疑念や不信を招くことがないようにという観点から第1回の原子力規制委員会の会合で透明性確保のための方針というのを決定しております。この中で非規制者等との面談を行う場合には緊急時等のやむを得ない場合を除き2人以上で対応すると規定されており、本件の行為はこれに違反をしております。また資料を日本原電側に渡した点についても問題があります。資料自体は公開の有識者会合でそれまでに議論されてきた内容をまとめたもので、必ずしも公表されていない情報が含まれていたわけではありません。しかしながら非規制者との間で中立性を重視する規制組織の職員として著しく軽率な行為であります。この2つの点で審議官の行為は不適切であったと判断されました。処分の事実関係としてはまず以上でございます。次に発覚の経緯と規制庁の対応について説明をいたします。規制庁としてかかる事案を覚知したのは翌日の23日本人からの申し出によってであります。これを受けて即時に田中俊一委員長に報告し事実関係の確認を開始いたしました。その結果審議官本人が一人で面会したことと資料を渡してしまったことを認め、正当な理由がない不注による行為と判明いたしました。このため直ちに規制庁長官から本人に対し検責するとともに担当していた一切の職務から外す暫定措置を取りました。
その後、事実関係の確認と人事に関する手続きを行い、本日の発表となったものでございます。この件につきまして、田中俊一委員長から池田長官に対して、以下の指示がありました。原子力の規制組織として信頼回復に努めている中で、原子力規制庁幹部がこのような行為をしたことは誠に遺憾である。事故の反省を踏まえて生まれた規制庁においては、特に非規制者との接触を慎重に透明性を持ってすべきだと考えていただけに、非常に軽率であったと言わざるを得ない。非規制者との適切な関係がなぜ必要なのか、職員に対し改めて規制者としての精神を徹底することが必要である。襟を正して職務に当たっていただきたいと。これを受けて本日の午後、長官から幹部職員に対して訓示を行いました。また各管理職からすべての職員に対しまして委員長の指示を伝達し徹底を図るということとしております。こうした事態の発生は極めて遺憾であり、今後襟を正して政令していく所存であります。こちらからは以上でございます。はい、それではただいまから皆様方の質問をお受けしたいと思います。質問についてはマイクが届いてから所属とお名前をおっしゃってから質問をお願いします。それでは質問のある方挙手をお願いします。はい、じゃあ天野さん。産経新聞天野でございます。まずそもそもなぜそういう文書を渡したんでしょうか。本人からの言い分というのはどういうものでしょうか。まずどんな理由であれ資料を渡したというのはとにかく軽率であるというふうに考えております。本人からは秘密の打ち合わせなどという意識はなかったということではありますけれども、事実の重さには変わりがないというふうに考えております。その受け取ったことで例えば金銭、物品の受け渡し、あるいは接待などの利益供与、これまでの過去の分も含めて何か確認したものはありますか。そういうものはございません。ない。で、それで22日に発覚、23日に確知したわけですけれども、その時点で公表しなかった理由、その時点で長官から検責とありますが、検責はこれ公表事案には入らないんでしょうか。はい、当たりません。で、なぜ23日に公表しなかったでしょうか。まず事実関係の確認を明確にする必要があるということで、事実関係の確認に時間が要したというものでございます。あとその戒告にした理由なんですけど、他の処分、もう少し重い処分の検討はなかったんでしょうか。内規としては一番重いものでございます。あとその事業者との癒着に関してのルールとして2人以上というものがあるというふうにおっしゃってましたけど、そうするとこの1人だったから自分から申し出た、その辺の経緯がちょっとよくわからないんですけど、なぜ自らこう申し出たんですか。まず本人は面会記録というものを提出しておりまして、そしてすでにホームページにもアップさせていただいております。本人としては一言で言えば軽率にそのようにやったんだろうと考えております。すみません基本情報なんですけど、その内規審議官の年齢はいくつなんでしょうか。はい、彼は昭和33年の11月の7日生まれですので、現在は54歳であろうかと思います。はい、ありがとうございました。はい、次の方、はい、じゃあ西川さん。毎日新聞の西川です。確認ですが、面会は原電側からの要請で面会したということでしょうか。はい、その通りです。それで、そのドラフトを要求されて渡したということなんでしょうか。
原電側から求められて渡したということなんでしょうか。詳細は承知しておりません。まず面会はですね、儀礼上の挨拶ということで申し込まれたというふうに本人は言っております。ただ実際には個別サイトの具体的な話に及んだろうということで、その中で渡したというふうに聞いております。その時点でのドラフト と、先日公表されたものとは何か、内容の変更はありますか。ドラフトですので内容の変更はございます。ホームページでその資料もアップしてございますので、それで確認いただければというふうに思います。いや、そのドラフトはドラフトと28日に出たものというのは、同じものではございません、はい、ドラフトもアップされているんですか。ドラフトもアップされております。面談記録をホームページにアップする際に何を渡したかというものについてはアップしておりますので、アップしてございます。じゃあその時点でもホームページに載せた時点で。いえ、ホームページは本日載せました。あ、はい、本日ですか、はい。じゃあとりあえず、すいません。はい、他にいらっしゃいますか。はい、じゃあ立山さん。すいません、TBS の立山です。この、審議官ですが、日本原電側と接触を持ったのは今回が初めてなのか、この方文部科学省の出身だと思うんですが、文科省時代からこういう接触が日常的に行われていたのか、その辺はいかがでしょうか。儀礼上の挨拶として接触していたというのは、あるというふうに考えて あるということでございますが、いわゆる今回のようなやり取りというものについてはですね、初めてというふうに、彼本人は申しております。儀礼上のその接触というのは規制庁に移ってからもということでしょうか。何回やったんですか。儀礼上の挨拶については特に制限をかけておりますので、それについては確認をしておりません。他の電力会社との接触もあったんでしょうか。いわゆる儀礼上の挨拶はあったというふうに聞いております。で、これ、28日の会合の、前に渡したことが発覚したわけですが、28日の会合自体を取りやめるですとか、そういう判断はなかったんでしょうか。そういう判断はしておりません。それはなぜでしょうか。28日の資料に影響を与えたということは、その後、例えば、失礼いたしました。22日以降、資料に関して審議会からは一切指示は一切なかった。原電からも特段の動きはございませんでした。とりわけ23日以降はその職を外してございますので、必要がないというような判断でございます。最後にこの28日の評価会合の時にですね、取りまとめが行われず、ピアレビューという形の評価が取り入れられたんですが、これはこの審議官の行動と関係があるんでしょうか。全くございません。これは事実は関係ないということです、ね。はい、全くございません。わかりました。じゃあ静音さん。共同通信の静音です。事実確認ですが、はい、来たのが原電の常務と、はい、他の2人というのはどういう担当でしょう。原電の市村常務とあと2方、ちょっとそれは後ほどでよろしくございましょうか。はい、市村常務と内行審議官は、はい、例えば安全委員会時代とかそういう面識あったということですか。そこは承知しておりません。承知していない。で、渡す方も渡す方なんですが、渡してくれと頼む方も非常に問題があると思うんですが、これ原電に対しては何か指導とか何かされてるんでしょうか。やり取りについては原電に確認しておりませんので、渡してくれと言ったのかどうかも確認しておりません。従いまして原電に対して何かをやるという予定はございません。なぜ確認してないんですか。やり取りの要すればこちらの内規として内規審議官をいわば処分するものでございますので、そこについては必要はないと考えています。規制をする対象ですよね、日本原電。でそれで個別に面談をして資料を渡してくれと言ってはいけないということも日本原電はよく知っているはずですよね。それに対して何も言わないという姿勢で規制庁としてよろしいんですか。そういう姿勢でいいんですか。
まず規制庁として、そういう儀礼上の面談以外の面談をする、あるいは、そうしたドラフトの段階の資料を渡す、このことについては厳しく対処する必要はあると考えております。評価会合の後に日本原電は即座に反論会見なるものをやってますよね。この準備にそのドラフトが使われたというふうに考えられますけれども、そういう影響も出てるんじゃないですか。そこは確認しておりません。今後も日本原電に対して何も言うことはないということですか。舐められませんか。そんなんでそこは考えておりません。予定はないということです。はい、わかりました。はい、次いらっしゃいますか。はい、じゃあ、はい、松井さん。テレビ朝日の松井と申します。今ホームページに公開したという、渡した資料をホームページに公開したということなんですが、今私のパソコンもつながっているんですが、どちらでしょうか。トップページからも見渡らないんですが、先ほど広報課長です。ホームページ担当しますけど、はい、そこのちょっといいですか。トップページから行ってですね、はい、ちょっとここを下げてもらえます。要するに新着情報には入れないで、新着じゃなくて、ちょっと、はい、もうちょっとこれ、はい、カーソル、そうそう、これのね、情報の公開トップページ、はい、それに、事業者との面談のコーナーがあります。そこのここの規制者、その中の3番目の非規制者との面談ありますよね。ここをクリックしていただくと、はい、そこの1月です。はい、それとこれですね、一番上に1月22日と。でここで渡したものがということなんですね。わ、はい、かりました。今こういう話になったときに、この審議官の方の名前をいろいろとホームページなど、原子力規制庁の規制委員会のホームページで検索しようとすると、例えば第7回8回の地震津波に、もちろんお出に7回にはお出になって8回にはお出になっていません。私たちは取材をして知っていますが、公式記録としてホームページには残っていないんですね。出席者の名前が出ていませんから、ホームページ上には。議事録として、はい、議事録にも名前は載っていませんし、これ以前から私がずっと言い続けていることで、当日そこに載せたからいいじゃないかとか、名前がなくても最初に名乗ったからいいではないかと言ってるんですが、こうやって見ると第7回に出席したのに第8回に出席していないというのは、当日配られた紙の座席表には確認できたんですが、記録として残されていないんですね。やっぱりそういうことで守ってきたというような意識を私はずっと指摘してるんですけれど、否定なさってますけど、やっぱりそういうことがあるんじゃないですか。はい、元よりかねてよりご示唆のあった点で、いわゆるその出席者のが明確になるようにということで、発言する際に発言する名前を必ず言う、またご指摘があったもことを踏まえて、当日の資料配布の中に誰か出席者が明確にするというところまでやっておりましたが、今ご指摘のあったように議事録でクリアにできないという点は改正をしたいと思います。で今後は直すということですか。はい、直したいと思います。遡ってこれは直すということですか。努力をしたいと思います。バックフィットと、バックフィット努力したいと思います。はい、わかりました。はい、よろしくお願いします。はい、はい、他にありますか。はい、じゃあ船越さん。読売新聞の船越です。ちょっと全然すみません、なぜ渡したかが全然わからないんですけれども、やり取りの中でっていうんですけど、やり取りがどういうやり取りで、どういうふうに何を思って渡したんですか。はい、渡していいと思ったんですか。すごく端的に申し上げれば、渡していいと考えたということでございます。求められ、原電から求められて、で渡していいやってなったってことですか。本人はですね、いわばこの評価会合の議論をですね、より実りあるものにするという意識のもとに渡したというふうな認識であったというふうに称しておりますが、それゆえに軽率であるというふうに考えております。議論を実りのあるためっていうのが全然分からないんですけど、どういう意味なんですかね。私にも分かりません。本人は実りのあるものにすると、渡すことが実りあることにつながるというふうに言っていたと。でただ軽率だったっていうのは、次の日に軽率だっていうふうに気づいたということなんですか。基本的にそうだというふうに考えてます。それともう一点あって、もう一回確認で、原電から求められたということでいいですか。そこも本人から明確にしておりません。明確にしていないし、明確にする必要もないと思っているんですか。はい、であと一人では会わないというルールなのに、結局一人で会っていたと。はい、で審議官にあれ秘書とかもついてるわけですよね。はい、来てそこで一人で会っているということは分かるわけで、なんで周りも気づかないと
当日にとか。まず儀礼上の挨拶だけであれば、そこを制約しているわけではありません。それが長引いたときに、やはりその、職員を呼び込むとかいう努力をすべきだったというのは、まさに、その、審議官の、問題であったというふうに理解をしています。あ、じゃあ最初は、挨拶のためだったはずが、それがいつの間にか話し込んでいって中で話していたって、そういう理解でよろしいですか。はい、ね、はい、実際挨拶を超えて、話が個別サイトの話に移った段階で、途中からでも他の職員に同席を求めるなどの対応ができたはずだというふうに考えております。そういう意味で、そういうことをしなかったことが内規に反するとに考えております。これあと、再発防止策というのが全く分からなくて、襟を正すとかそういう精神論であって、具体的にどうやって防止するのか全く見えてきません。はい、まず今回の事件はですね、先般の委員会で決定された組織理念というものが徹底していないということに起因すると考えています。で、その中でも透明で開かれた組織という考え方の徹底が図られていないということであろうかと思います。で、再発防止策として何が必要か、早急に検討したいというふうに考えております。まずは組織理念のオフィス内への掲示であるとか、個々の職員への徹底といったものは工夫はいたしますが、それで十分とは考えておりませんので、さらにその再発防止策を考えたいというふうに考えております。もう一点やと最後に、原電へのペナルティーというのはないわけですよね。そういうふうに接触して、まあ、もらったなら本人たちがもらって帰れなくて、もうそれはそんなのおかしいですよって言えるわけですよね。これは規制庁職員たる内規審議官の問題点であるというふうに考えております。それはということは、個別のあくまで個別の問題であって、組織全体の問題ではないというふうに聞こえるんですけれども。おっしゃる通りで、本人の聴取によっても全く個人の判断であり、関係の職員を含めて、関与は全く否定しておりますので、個人の問題であろうというふうに考えています。はい、じゃあその3列目の方。赤旗日曜版の三浦と申します。ちょっとよく分かんないんですけど、その話し出して原電から求められたのか、それとも自発的にお渡ししたのか、どちらなんですか。そこは分かりません。なぜそれは分からないんですか。要するに、この問題は直樹審議官本人のいわばその規制庁としての自覚の問題であり、それに対してはこの内規あるいは更迭ということで、処分をしたいというふうに考えております。いや、処分するのはいいですけど、その向こうが原電が非公開の資料をくれって言ったかもしれないじゃないですか。言ってないんですか。承知しておりません。いや、言ったかどうか調べないとその次の段階進まれないじゃないですか。それは調べないんですか。調べる予定はありません。いや、なんでですか。何遍も申し上げますように、本件は内規審議官の個人の取りいわば過ちであり、かつ個人の軽率な行為、内規違反というふうに理解をしております。いや、それは原電が不正をしていないという保証は今ここで示すことができるんでしょうか。原電が不正をしていないということを規制庁として規制委員会として保証しているということですね。いえ。じゃあ保証できないならなぜそれは調べないんですか。その必要はないと考えております。なぜその必要がないんでしょうか。何遍も申し上げますけれども、本件は内規審議官がいわば規制庁職員としての自覚のない行為をしたということをもって処理したいと考えております。不正があったらどうされるんですか。不正があったかどうかとはどういう意味でしょうか。何らかの金品の授受とかあったかもしれないし、非公開のものをくれと言ったかもしれないじゃないですか。まず金品の授与はないということで、本人から聞いてございます。非公開のものについてはいかがでしょうか。それは承知しておりません。同じ質問、堂々巡りなので、また堂々巡りってでも一番大事なところじゃないですか。なんで聞かないのかっていうのが分からないわけでしょ。すいません、他にもまた質問されたい方いらっしゃるので。はい、じゃあ他にいらっしゃいますか。はい、じゃあ大村さん。東京新聞の大村です。
今ですね、そのどういう経緯で渡ったのかが全然さっぱりわからないんですよ。でそれがわからないと、あのこれ、まあ、あの国家公務員法違反とかそういうこともあり得る話で、まあ、あるいはあのいわゆるその、まあ、請託を受けてですね、あの便宜を図ったというようなことも考えられなくはないわけですよね。そういうその刑事責任とかそういうものについてはどうお考えですか。まずあの国家公務員法との関係でございますけれども、今回審議官から日本原理に渡された報告書案は、基本的にそれまでの公開の有識者会合で検討議論されていた内容を取りまとめたものであること、それから公務員としての守秘義務が課されていない有識者会合の委員にも渡されていることを踏まえれば、必ずしも守秘義務違反とは言えないのではないかというふうに認識しております。じゃあ、あのそういうふうに利益、あの金品を受け取ってないと、本人がそう言ってるだけですよね。それを規制庁として確認したわけじゃないですよね。何か裏取りできるわけじゃないですよね。それはどうして確認ないということを言ってるだけのことを信じられるんでしょうか。まあ、問題になっているのは、そのいわば28日の会議のいわば資料、これを事前に渡したということにとどまりますので、ということでございますので、それについて、内閣審議官が問題だということで、今回処分をするというものでございます。すみません、要するにそれが事前にもらえることが、原理にとって利益であれば、利益の供与になるんですよ。そしたら、それを利益供与を受けて、利益供与をして、その見返り何かもらってるかどうかって、もしもらってれば、贈収賄になるんですよ。そのあたり本当にその辺まで認識して調査したんですか。そういう刑事罰に当たる可能性もあるということを認識して、場合によっては司法当局に告発するなり何なりということも考えなかったんですか。繰り返しになりますけれども、まあ、基本的にそれまでの公開の有識者会合の検討議論してきた内容を取りまとめたものだということを踏まえて、いわば内規で、内閣審議官の不適切な行為というものを処分したというものでございます。すみません、つまりじゃあ話をちょっとあれ角度変えますけど、森本次長は事前に原田に対してドラフトを渡すことが原田にとっての利益ではないと、そういうふうにお考えですか。非常に不適切な行為だと認識をしております。いや違う、原田の利益かどうかを聞いてるんです。そこは私には分かりません。はい、次の方です。じゃあ佐川さん。共同通信の佐川です。冒頭の森本次長の発言からちょっと気になっていたんですが、これまでの審議の過程が公開されていたからドラフトを渡しても問題ないという、そういう認識なのでしょうか。それは内閣審議官だけなのか、規制庁全体としてこれまで の議論の過程が公開であれば、そういうドラフトが、その何でしょう、秘密の資料とかですね、これまで公開されてないものには当たらないという認識なんですか。まずその、もとよりそのいわゆる守秘義務というですね、実質的な秘密のあるものの情報、公表されていない情報というものは含まれているとは認識はしておりません。しかしながら、いわばそのまだドラフトの段階の資料を渡すということ自体は極めて不適切というふうに認識をしています。ちょっと話が変わるかもしれませんが、今安全基準の策定をされていて、まあ各検討チームがですね、一字一句でどういうふうに表現するかというのを詰めている議論をやっていると思います。それでああいうのが決まっている段階で、こっちは途中の審議を公開したからドラフトは構わないという議論がちょっとよくわからないんですが。いや、構わないと申し上げているわけではなくて、それゆえに彼を訓告という処分にし、かつ文科省に出向させるといういわば更迭処分をさせていただいているものであります。それから先ほどの質疑の中で出たんですけれども、その国家公務員法との関係で報告書案はその有識者のメンバーには渡っているということもあるので、義務違反ではないということで、その非規制者と検討チームのメンバーを同列に扱っているのもどういうことなのかちょっと理解できないんですが。すいません、言葉足らずでございました。いわゆるその実質費という意味で、国家公務員法上の守秘義務というのはかかっております。
そういう意味でそのこの日本原電を垂れた報告書の中身ですね、中身において先ほど申し上げましたけれども公開の有識者会合で検討議論されていた内容であるということを前提として取りまとめたものだ、でそういうことが前提でありますので守秘義務がかかっていない有識者の方にもお渡ししているという意味で実質否とは私どもは認識をしておりませんので、従いまして国家公務員法上の違反ということは言えないのではないかというふうに考えているというものでございます。はい、次いらっしゃいますか。じゃあ岡田さん。毎日新聞の岡田です。先ほど森本次長がおっしゃったその非規制者との面談についてのそのホームページで載せられた資料をちょっと見たんですけど、原電側からはその28日までの評価に関連して新知見として当日説明させてほしい旨要望があったと書いてあるんですけど、その儀礼上の挨拶っていう名目ではないんじゃないですか。まず儀礼上の挨拶としてですねアポを取ったという事実はあるようでございますが、実際には先ほど申し上げましたように個別のサイトの議論に入ってしまった、でその旨を彼は面談記録として、提出したというもので、それをそのまま出させていただいたものであります。じゃ、内閣審議官がそういう理解で書いただけで、実際は儀礼上の挨拶で取ったってことですか。最初のアポはですね。なるほど、はい、で実際に会うのは初めてだったってことでいいんですか。儀礼上の挨拶としては会ってるようでございますが、こう今までも挨拶上会ってるってことですか。儀礼上の挨拶というのはあったというふうに聞いております。会うの何回目なんですかね、儀礼上の挨拶も含めて。そこまでは調べておりません。はい、他にございますか。はい、じゃあ石川さん。朝日新聞の西川です。ちょっと今の質問の確認なんですけれども、初対面ではなかったということですか、その常務とは。それはそうだと思います。実際に評価会合等で会っておるかと思いますけど、個別に会ったことはあるのかどうかということですけど、いわゆる儀礼上の挨拶として会ったことはあるようでございます。わかりました。あともう一点確認なんですけれども、内閣審議官が渡した文書資料というのはその評価会合の文書だけなんでしょうか。はい、というそのように聞いておりますし、そのようにホームページでもアップされてございます。はい、わかりました。はい、はい、じゃあ安本さん後ろの。北海道新聞の安本といいます。確認なんですけれども、今回の処分の根拠となっている規則ではこの文書を渡した行為というのは何に当たるんですか、違反行為としては。まずその2つございます。明示的に規定しておりますのは、非規制者等との面談を行う場合に、緊急時等やむを得ない場合を除いて2人以上で対応する、これは明確にこれに対する違反ということでございます。で後者につきましては、いわばその信頼の失墜を もたらす恐れがあるということで、いわばそのいうことでございまして、不適切という観点でですね、合わせて、内規処分というふうに考えています。これ懲戒処分にあたるそういう信用失墜行為とかとは別なもの、はい、内規上のものという。はい、おっしゃる通りで、国家公務員法上 のいわゆる懲戒処分というものにとはですね、性質の違うものでございます。それとすみません、はい、日本原電から、規制委に質問状が、その活断層調査に関して出ている状態で、審議官がこの現時点の状況で、儀礼上の挨拶とはいえ会うことについて本人は何かこうためらいというか、その辺のこう考えはなかったのかどうかというのは何かお聞きになってますか。一言で言うと、軽率にもそこに思いを至ってないということでございました。それとですね、審議官がこのドラフトに関して職務権限では何か持ってるんですか、その作成するお立場であるとか、それはどういう。審議官はそれぞれ担務ございまして、内閣審議官の場合は地震津波の関係で、いわば担当するという形になってございます。元より審議官ですからスタッフ職になるわけですけれども、規制庁ではいわば審議官をヘッドにしたいわばチームを作っているので、そういう意味では
影響力があるというふうに考えています。そう、文章をこう直したりするようなこともできるお立場、はい、やればできることになります。それとすみません、ちょっともう一点だけ、それでまあ今回この儀礼上の挨拶ということでお会いして、まあ問題が生じたわけですけれども、今後この儀礼上の挨拶に関して何かこう制約であるとか、まあ再発防止の一環として何かお考えがあればお聞きしたいんですが、はい、おっしゃる通りで、儀礼上の挨拶とそれから実質の話になるということは、クリアに分けられないケースが生じると思いますので、その点についてルールを中で決めていきたいというふうに考えています。ありがとうございます。はい、じゃあ次いらっしゃいますか。はい、じゃあ2列目の方。東京新聞の大野と申しますけれども、事実関係の調査というふうにおっしゃられたんですけれども、これは直樹さん本人への聞き取りだけなんですか。まず基本的に直樹本人の聞き取り、それから、そのドラフトの内容と、その後のいわばその直樹氏本人の庁内での行動、あるいはその原電からその何かアクションがあったかと、庁内に対してですね、いうことについて調べたというものでございます。で、先ほどから金銭授受、それから接待関係はないというお話でしたけれども、これは規制庁の方からありませんかという質問をしてないというふうに答えたんですか。おっしゃる通りです。それと処分のレベルなんですけれども、先ほど懲戒処分ではないということでしたが、それその通りよろしいですか。国家公務員法上の処分ではなく、内規、規制委員会の内規処分でございます。他にレベルとして一番重いという話でしたけれども、はい、他にこうレベルってあるんですか。いや、ですね、内規では訓告が一番重く、その次が、文書による厳重注意、口頭による厳重注意または注意という4段階がございます。わかりました。はい、次ございますか。じゃあそちらの、朝日新聞の小坪です。本人はなんか辞意とかを固めていらっしゃるとか、そういうことあるんですか。そういうには聞いておりません。他に何か自分で給料の返納だとか、何か自主的なその反省の意を示すようなことっていうのを何か話しておられたりっていうのはするんでしょうか。反省は大変しておりますが、そういう話は聞いておりません。具体的に何かをするということは本人からは何も出ていないということでよろしいですね。そうですね、はい、分かりました。はい、次ありますか。はい、じゃあ宮崎さん。共同通信の宮崎です。先ほど原電からのアクションがないかどうかというのを調べたというのは、どういうことでしょう。その庁内の他の職員とか担当課で調べたという。おっしゃる通りです。審議官本人は23日以降職務をその職務を止めておりますし、本人も体調が悪いということで休んでおりました。従いまして担当原課にアクションがあったかどうか確認をしたというものであります。それじゃあ、複数の職員に聞き取りをしたということですかね。はい、それから確認なんですけど、内規に、違反するというのはその2人で以上ではなければいけないという点 と、文書を渡したことが信頼失墜行為の恐れがあるという2点ですね。はい、おっしゃる通りです。で、懲戒処分にならないのは、その渡した資料が、守秘義務のかかったものではないので、法律違反に渡らないという理解ですか。はいはい、国家公務員法上の違反には当たらないと考えております。ありがとうございました。はい、じゃあ他に、はい、じゃあ小池さん。朝日新聞の小池です。先ほどから同じ質問出てるんですけども、その事実関係の調査の中で、内規審議官に対してどういうやり取りの中で渡ってしまったのかというところは聞いていないんでしょうか。やり取りについてはもちろん聞いてございますが、そのやり取りというのは当然相手方のある話でございます。またご覧いただくと分かりますが、面談記録の中にも書いてございます。そういった内容だろうと。それよりも問題は、そういう形で、そういう話をし、かつそういう資料を渡してしまったということが問題だというふうに考えております。はい、よろしいですか。もう一つ、はい、今後もですね、その事実関係の調査っていうのは今回でも終わっているということなんでしょうか、それとも続いている
もう少し詳しく何か出てくるということはあるんでしょうか。基本的にはこの事実関係の確認をして、審議官本人の処分及び更迭ということで終結したと考えております。先ほどもおっしゃってましたが、原電側には、話は聞かない、はい、それだと裏が取れない形になるんですけれども、それでも聞かないと、まあ、必要なことはやはりその本人がですね、そのドラフトを渡したという事実、そして、面会をして、実質のある話をしたという事実、これを確認が、取れましたので、それをもって処分したということでございます。はい、よろしいですか。はい、じゃあ最後岡田さん。 NHK の岡田です。原子力規制庁としての今回判断ということでよろしいんでしょうか。原子力規制委員会としての判断になります。人事権者は委員長でございますので、はい、じゃあということはその今後、調査をもう先ほどもおっしゃってましたが、処分更迭したことで調査を今回のことは終結したとおっしゃいましたけれども、要するに、それも要するに田中委員長をはじめその、規制委員会5人の、まあ、一致した、もしくは納得したこれでよしとしたということでいいんでしょうか。正確に申し上げれば、この人事案件について、まあ、人事をするという権能、それから、処分をするという権能というのは委員長あるいはその長官というものにございます。したがいまして、そのラインで決定したものですが、各委員についてもそれぞれ、お話をし了解をいただいております。先ほどから何度も繰り返し出てるんですけれども、このどういう流れでどういうふうなやり取りがあったかということを示さない以上、再発防止ができないと思うんですけれど、その点についてはいかがお考えですか。その問題はやはりそもそも規制委員会で透明性を持って、非規制を対処するという意味で、1人ではあってはならないと、2人以上で会うようにというところをきちっと確保する、またそれを実際に会ったときにはその面談記録を作って、かつその資料のやり取りについて公表するという形を取るということを徹底するということであろうかと思います。それによって基本的な再発防止というのを図っていきたい。ただそれが今回十分機能してなかったので、その点を徹底したいということでございます。発足4ヶ月余りですけれども、こういったことでですね、透明性の確保が揺らいでしまったと思うんですけれども、その今後の取り組みは別として、この透明性が確保されなかったということについては、改めてどういうふうにお感じですか。はい、委員長のコメントにもありましたように、そもそもこの原子力規制庁と規制委員会というのは原子力の規制組織としての信頼回復を努めていく中で、透明性を維持すると、こういうことが必要だということで、徹底するようにということが最初からあったものでございます。そういう意味で、こういう行為があったということは大変に遺憾だというふうに委員長も言われてますし、私どもも全くそのように考えております。この信頼回復に足るかどうかというところは、もう先ほどから記者たくさんの記者から指摘があって、要するに経緯を明らかにこれ以上しないとかですね、そういったところはまだ問題が残っているまま終結というような形だったと思うんですけれども、それでもやはりこれ以上のことはないんでしょうか。一番の経緯、本人から確認をし、で実態としてその周辺も調べておりますけれども、結局本人の軽率な行為というところはですね、確認が取れましたので、まあ、今回処分をさせていただいて、いただいたというものでございます。本人が言ったからよかったようなものの、これ言わなかったら表に出てなかったかもしれないという意味でですね、さらに厳しくその今回の経緯を調べる必要があると思うんですけれども、それでもこれで終結なんでしょうか。その面談というものをですね、まあ、しっかりと儀礼上のものとそうでないものがクリアに分けられないという、まあ、ルーズな対応が
審議会にあったというところは大変問題だと思っております。でその点について、そういうことが再発しないようにきちっとやると、それによって信頼を回復するというふうに取り組んでいきたいと思います。はい、じゃあ以上で会見終わりたいと思います。さっきの2人の名前が出るかどうかということと、はい、誰が聴取をしたかということだけ知りたいんです。じゃあそれで最後にさすがさん、すいません、もう時間が消しょ、はい、まだ、はい、事実確認、常務以外の名前ですね、ちょっと今ここ手元にはないんですが、後で出るっていう、あ、はいはいはい、内木さんから話を聞いたのはどなたで、どれくらいの時間ですか。聴取としては、組織を挙げて、組織を挙げてですか、幹部で行いました。あ、時間はそれも確認させていただいてよろしいですか。はい、はい、じゃあ河合さん。日経新聞の河合です。文科省に出向させたということでしたが、出向元に戻らないノーリターンルールがあったと思うんですが、これはどうなったんでしょうか。はい、今回更迭ということなんですけれども、設置法上確かにノーリターンの規定ございます。でノーリターンについて、設置法上と照らし合わせまして、まず基本的にノーリターンルールについては5年間は猶予期間が存在するというのが1点で、その5年間について、本人の意欲適性等を勘案して特にやむを得ない事由があると認める場合にはこの限りでないという規定がありまして、これを適用させていただきました。あと儀礼上の挨拶というふうにおっしゃってましたけれども、すでに面識があって何回も会合等でも一緒になっている人とその儀礼上の挨拶をするというのはよくわからないんですが、儀礼上の挨拶という定義は何ですか。儀礼上の挨拶というのは規制に関するあるいは実際の審議にかかっているものについて話をしないということでございます。また時間も短いものでなければならないというふうに考えております。それから、基準の骨子案が先日、決まりましたけれども、これまでこの公表を待っていたというのは何か意味があるんでしょうか。これまで、いえ、ありません。先にこのことを公表してしまっては、その基準の骨子案自体にその疑問がつくとかですね、その信頼が揺らぐから先に公表しなかったということはなかったんでしょうか。はい、それはございません。今回やはり訓告という処分、それから更迭という、人事異動を伴いにあたって厳格に必要事実関係を確認したいということで時間がかかったものであります。いつまで出勤されてたんですか。24日から休んでおります。24日は出てらした。24日は出ておりません。はい、私が24日に内行審議官とお話ししたときは席にいらっしゃいましたが、あ、そうですか。あれ、ちょっと待ってね。あ、ちょっと失礼しました。23日以降職を外したということでございまして、休んだのは1月25日より体調不良を理由に休みを取っており、本日出勤いたしましたが、本日付で異動というふうになっております。この件について報道機関からなぜ担当外があったのかということについて問い合わせがあったと思うんですけれども、なぜそれを公表しなかったんでしょうか。事実関係を確認するためでございます。ただすでに処分が出ていたわけですよね。その処分は今日出しております。訓告をしたっておっしゃってませんでした。それは23日いや、訓告の処分は今日でございます。23日にしたのは何でしたっけ。これはいわゆる事実上の見積です。私がその24日になぜ担当外になったのかというのを取材をした際に、体調不良だというふうに答えられていると思うんですけれども、はいはい、これはなぜでしょうか。その時点ではですね、まだ事実関係の最終確認はできておりません。従いまして、担当外最終的にいわばその職務を外す、まず事実関係で申しますと、23日に長官より
検跡をし、担当した職務から外す暫定措置を取ったという状態です。で、事実が確認できたもんですから、本日付で、処分をし、かつ、更迭をするというものでございます。ただその検跡処分があったにもかかわらず、その問い合わせに対して体調が悪くて休むというふうにおっしゃっていて、でそれはちょっとあの事実に反する説明なのではないかと思うんですが、検跡というのは処分ではございません。かつまた担当した職務から外すというのも暫定措置で、制度上のものではございません。制度上のものでないから、そういう体調が悪いから休むというふうに説明してもいいとは思えないんですけれども、それは何かやはりその後にあったいくつか その重要な決定が終わるまでは公表を待とうというような、そういう発想があったんではないでしょうか。いや、そういう意図はございません。適切な回答だったと思われますでしょうか。実際に本人が25日より、体調不良で休んでおりますので、事実に即しているとは思いますが、あともう一つ申し上げれば、これだけの、いや本人にとっての、処分でございますので、事実関係の確認に手間取ったのにはご理解いただきたいと思います。よろしいですか。じゃあ、あと質問ある方、じゃあ今手を挙げられているお二方で終わりにしたいと思います。じゃあ最初、立山さん。すいません、たびたび TBS の立山です。審議官はですね、他の電力会社の方とも儀礼上の挨拶で接触があったというお話だったんですが、例えばこの断層調査に関してですね、東通りですとか大井などに関して同じようなその事象があったとか、そういうことについて確認されているんでしょうか。同じような、つまりその、はい、事業者の方と面会をし、そのなんていう審議に関わるような案を渡していたり、内容について漏らしていたということについて調査をされたんでしょうか。本人からはですね、儀礼上の挨拶はしたということは聞いております。それを確認いたしました。つまり自己申告であって、その実際に他にもこういった事例があったかどうかということについて確認は取れてないということですか。つまり書類を渡したですとか、審議の中身を漏らしたですとか、そういうことはないというふうに、自己申告だということですか。審議そのものは、はい、全部公開ですけども、はい、例えば町内での議論ですとか、そういったことを、はい、事業者側に漏らしたということはないという、それ本人がそう言ってるだけ。おっしゃる通りです、はい。それは確認はもう取れてないということですね。そうですね、はい。で、今回の事案が初めてだったということですね。そのように認識してます。わかりました。はい、じゃあ最後、木野さん。フリーの木野ですけれども、ちょっとその調査で確認なんですけれども、今これ以上の調査される予定がないという話のようなんですが、その十分とした根拠はどういうところにあるんでしょうね。繰り返しになりますけれども、本件内行審議官の非常に軽率な行為でありまして、その事実の確認、つまり一人で、面会し、規制にかかると申しますが、実態のある話をした、またこのドラフトの資料を渡したという事実が確認し、さらにそれを受けて、訓告という処分、そして更迭という異動ということをしたということでございます。いや、それは重々分かるんですけれども、実際に何を話したかであるとかですね、いうのはさ全部自己申告であって、全くその裏を取ってないわけですよね。にもかかわらず、その十分とした根拠というのがちょっとわからないんですけれども、まず要するに普通その調査というのは一方だけの話を聞くんではなくて、きちんと調べるのであれば両者の話を聞くのが当然だと思えるんですが、その辺をされないのはどういう理由なんでしょうか。どんな理由であれ、資料を渡したというのは軽率だというふうに考えております。
また本人は秘密の打ち合わせなどという意識はなかったということではありますけれども、まずそういうその資料を渡したという事実、またそういう面談をしたという事実、その重さに変わりないということで処分をしているものでございます。確認ですが、今後も同じようなことがあった場合は自己申告のその、聴取でですよね、だけで処分を済ませるというそういう方針は変わりないんでしょうかね。今後そういうことがないようにまず再発防止を図ることがまず第一というふうに考えております。いや、再発防止にならないですよね。その内容も詳しいことわからないで自己申告だけなの で今後も自己申告だけで処分を済ませるのか、それはイエスかノーの2つしかないと思うんですが、どちらでしょう。再発防止策についてしっかりやるということです。今の段階でどういう再発防止策を取るかというのについては検討中ですけれども、そうした事態がないように努力したいと思います。すみません、お答えいただけない理由は何でしょうかね。私がお伺いしているのは再発防止策の有無ではなくて、今後も同じ調査の方法で済ませるのか、そういうことなんですが、仮定の話なのでちょっと今の段階でお答えは仮定じゃないですよね。その仮定というのよくわからないんですけれども、今回その前例を作ったわけですから、同じようなことがこれからあった場合にどういうふうに対処するかというのはその前例にのっとってやられるわけですよね。だとすると今回のように自己申告で終わる繰り返しになりますけれども、まず第一に、今回 の, その問題点というのはまず軽率にも、一人で会い実質的な話をしたということ、それから公表されていない、失礼しました、まだドラフト段階の資料を出したということが、処分に与えるということで対処するものでございます。この今回の調査の方法というのは従来からその、問題があった場合は規制庁としてはこういうやり方で、処分をして調査をして、済ませるというのはこうなんか枠組みというか決まりはあったんでしょうかね。特にありません。そうすると次回からもまた特にない状態の中で、どういう処分になるかわからないということですかね。調査の方法を含めてもしあった場合は、仮の話ですけれども。そうですね。それと一点確認なんですが、事業者側になんですけれども、特に話も聞かないということなんですが、これその儀礼上の挨拶といって、利益を受ける側が寄ってくるのはよくある話で、それをですね、挨拶だから大丈夫という話で業者側にその事業者側に話を聞かない理由もちょっとわからないんですけれども、儀礼上の挨拶ということで、アポを取り、来た人間がそれにとどまらないで、話し込むということについては大変遺憾だと思ってます。そういう意味で言うと、まさにこの審議官が自らを律するべきであって、その点、例えば途中で、中身に入る場合にはしっかりと途中からでも他の職員に同席を求めるといった対応をすべきだったということで、極めて軽率だというふうに考えております。そこは規制庁職員として、律するべきだというふうに考えています。事業者側に対しては調査をしないというのは、これは調査をする権限がないのか、それとも、ただ単にしないのか、どちらでしょうか。繰り返しになりますけれども、この規制庁職員として透明性を確保するというところを自ら実現するというのがまず規制庁職員の責務であると思っております。その点をしっかり対処するのがまず大事なことだというふうに考えます。もちろんそれはそうなんですけれども、事業者側に対してアクションは何も、その今先ほど遺憾、事業者のそのやり方に遺憾だという話がありましたけれども、そういったことも伝えないのか。今回の処分、対処というのは、こういう形で皆さんにもオープンにさせていただいたように、このことについては、事業者にもしっかり、伝えていきたいし、これから規制庁に来られる場合にはしっかりとその点については徹底したいと思います。そうすると確認です。事業者側から儀礼上の挨拶ということで、今後も接触あると思いますけれども、そういったことは、一応フリーというかですね、自由にできるというそういう状況ですかね。儀礼上の挨拶そのものについて今制約をかけているわけではございませんけれども、でその上で要するに問題があった場合でも、要するに事業者側にはペナルティないわけですよね。
そういう意味ではリスクを負わないでいろいろこう働きかけというのはするチャンスはあると思うんですけれども、それはまさに規制庁職員がしっかりとやるべきことだというふうに考えています。それに対する事業者側への、ちょっと確認ですけれども、その調査権限があるかないかというのは、有無というのはどちらでしょう。権限という意味ではないんじゃないでしょうか。わかりました。はい、以上で終わりたいと。じゃあ1点だけよろしいですか。1点でお願いします。朝日新聞の西川です。アップロードされた資料を見たんですけれども、そこに手書きでですね書いてあるところがあるんですが、はい、これは、内沖審議官が書いたものかどうかということと、あと先ほど内沖審議官は書き直す、その修分する権限があるというふうにおっしゃいましたけれども、そうした事実はないのか、つまり、原電とのやり取りをして、それで検責を受けるまでの間に、修正されたという事実はないのか、それを、はい、まずはその、アップロードされた資料の手書きのものは内沖審議官のものでございます。それから原電と会ってから、内沖審議官から、文書の修分について、指示なりですね、実際にあったという行為がないことは確認しております。はい、じゃあ以上で会見を終わりたいと思います。ありがとうございます。